Yizi in Taiwan. Hi, Yizi です。ということで本日なんですけども、アメリカ大学生の超リアルな一日に紹介して、アメリカ大学生の超リアルなね一日を紹介していきたいというふうに思っております。まあ、本日はですね、アサイメント地獄に追われている特に過酷な一日の一つでありまして、なんと前日の午後2時から、一切寝てないっていうね、なんで、起きるのが午後2時っていうのもちょっと突っ込みどころなんですけども、ちょっと早いですね。こういうボケを入れてる暇がないので、パパッと進んでいきたいと思うんですけども、このビジネスのね、マーケティングの課題が迫ってきておりまして、これを今日中に提出しないとやばいという状況でした。1ヶ月ぶりの動画で、大変お待たせしました。ということで、ここでですね、一緒に住んでいるネス君が起きて、彼はですね、朝にシャワーに入る習性がありますので、シャワーに向かっていきましたね。で、台湾では本当に珍しいこの超晴れの日でございます。こういう日はすぐねブラインドを開けて太陽を吸収します。 Good morning. Good morning. Are you eating? Eating? Yeah, I'm eating my breakfast. Guess what I've done tonight? Last night actually. I mean you were up all the time. Yeah. Doing my assignment. Halfway done.Halfway. You spend the whole night and you're still halfway. Shut up. Hi, Yizi desu. ということで、本日なんですけども。I can't come up with the words, man. アメリカ大学生の一日を紹介していきたいと思うんですけども、実はですね、僕はこれは1日目ではなくて、ほぼ2日目ということで、昨日はね、午後の2時ぐらいに起きて、そこから課題を、やって、で、授業を3時間ですね、受けてってやってたので、結局昨日もね、ずっと勉強三昧の一日を送ってたんですけども、なんとですね、私ゆじ、アサイメントがエグすぎるということで、なんと、徹夜をね、して、ただいま、時刻は朝の9時でございます。ということで、ちょっとね、信じられないんですけども、眠気がね、そこまで来てないということで、とりあえずアサイメントをもうちょっと頑張ってやりたいと思っていて、隣でですね、ちょっと笑ってる人はいるんですけども、ちょっとフフフフ聞こえたらですね、そっちの、声だと思ってください。とりあえず、今のところの記録はですね、昨日の2時から、大体ずっと勉強してるんですけども、その間ね、3、4時間ぐらいは多分ご飯だったりとか、友達とね、喋ってたりする時間があったと思うんで、今のね、勉強時間これぐらいですね。はい。ということで、今日は特に忙しくなるので、また今からね、気合い入れ直して頑張っていきたいというふうに思っております。はい。ということで、ぜひ楽しんで、楽しいものではないんですけども、こういう世界もあるよということを知っていただければ幸いです。ということで、どうぞ。ということで、ただいま12時なんですけども、まだまだね、終わっておりません。そして、もうすぐビザのね関係でちょっとコンビニにプリントアウトしないといけないので、ちょっと眠気がすごい襲ってきてるんですけども、頑張ってねコンビニに行きたいと思います。時間ぶりだろう。ドゥドゥドゥ、おお。して、アサイメント。はい、ということで今からこのちっちゃいピザをね食べながら、実際は結構いっぱいあるんですけども、課題をね終わらせていきたいと思います。なんと今日授業がもう一個ありまして、それも3時間ぐらいのね予習が必要なので、タイムリミットはもう結構迫ってきてますね。はい、ということで、現在。わかんない、もうどれぐらい経ったかわかんないですけども、意識はちゃんとある程度あるので最後まで頑張っていきたいと思います。寝るのを楽しみにね頑張ります。えげつないスピードで食べてるんですけども、僕はですねピザは絶対にハワイアンっていうね、多分ある程度の人からはすごい反感買うようなことをしてるんですけど、こちらの、ソーセージと、で、このね、救急ボールみたいな、餅みたいなやつがあるんですけど、これがなんと、240、台湾ドル買ったら、これが無料になるっていうね、すごいキャンペーンをやってまして、この前ね、これがタダじゃなかったんですごい怒りましたね。
はい、ということでただいまビザをですね取って、寮に戻っております。はい、ということで、部屋に戻ってまいりました。なんとビザの申請がですね5回ぐらいリジェクトされまして、まあなんか前段階なんですけどね、はい、まあ、ちょっといろいろありましてへこんでおります。でも見てください、この疲れてる顔。はい、ということで今からビザの残りをむさぶり食いながら課題残りをねやっていきたいというふうに思っております。だん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 ですね疲れが溜まってきておりまして、もう見てください、もう目がですねトロンとしてきて朦朧としてきてるんですけども、おっとここに来てメンタル面にも異常がね出始めました。もうこう服の中に隠れることで、ね、あたかも自分が世界にいないかのような妄想をしているんですけども、安心してください、あなたは存在していて、まだね課題が終わっておりません。まあこういった日はですね、まあ2週間に1回、3週間に1回ぐらいはありますかね。で大体その普段から結構 2,3 時間のね予習をしないといけないので、まあそれプラスねレポートってなってくると、もうこれぐらい疲れるような日を送ることになってしまいます。もう後ろのねココちゃんが悲しそうにこちらは見てないですけど、まあ、一緒に頑張ってくれてますね。はい、なぜかカメラ目線で今やばいとおっしゃいましたかね。もう寝てしまいそうです。いやこれ見てたら僕もだん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 眠くなってきましたね。おっとここに来て自分で往復ビンタし始めました。もうこれは末期です。はい、ということでですね、まあ、簡単に書き終わったやつですね。そしてもう一つありまして、こちらのセグメンテーションとかはね、ああもうたくさんやりましたね。ようやくだんだん終わってきて、あと1時間ぐらいなんですけど、まあもう9割終わってるので、あとはちょっとこれをやって、提出しようかなと思います。やばすぎることに気がつきました。こちら見てください。なんとですね課題の最後の最後に凄まじいことに気づいてしまってですね、ピボット製法っていうのがあるんですけども、まあ、これがあったらですね全てのデータが一瞬でこういう風にまとまってくれるんですよ。凄まじいですね。なんか消えてるけど、ついに出来上がってしまいました論文が。レポートですね、このまま出したいと思います。いやーちょっと気づき見てもらえば分かるんですけどね、3日ぐらい遅れてるんですけど、なんとかね出すことができたということで、あーやりました。ということで今もうありえないほど眠くてもうガチで倒れそうなんですけども、ちょっとね友達の、部屋にさっきウーバーでね頼んだやつ置いてるので、それをじゃあ取りに行って、それをね寝ぼけながら食べてからもう本気で寝たいと思います。ちなみに、授業はですねスキップしたので、メイクアップワークって言ってね、その授業をスキップした分のなんか他のやつをねやんないといけないので、っていう感じですけども、まあ、明日も授業が2つあって、明後日にまた課題が、レポートですねが2枚あって、明後日からまた2日ぐらい寝れないですね。はい、ということで少し休みます。いやー課題が終わった後はめっちゃ顔やつれてるじゃん。ただいまですね多分40時間わかんない何30時間ぐらいは起きてると思います。この方法を進めと一番の部屋にたどり着きます。 OK Please OK OK Good night, baby。で現在の時刻は、10時47分なんですけども、なんとですね私ゆじ、昨日の午後2時から一睡もせずに、もう今ね計算もできないぐらい頭がボロボロなんですけども、今からですねちょっとこちらのあかないな
ね。なんかリサよく一緒に連れてるさっきの女の子リサによると、ハワイのね食べ物らしいんですけども、まあ、結構いろんなね、魚とかが入った健康的に良さそうなものなんですけども、はい。いやもう本当にちょっと口から何かを発するのもしんどいので、でとりあえず食べていきたいと思います。Thank you.